どうも高弘です。どうも曽根心です。はい、今回はね、はい、もう季節が、11月の末なんだな、ね、なんでもう初冬ですね。はい、にちょっとねお互い、年中強いと言われるのはこのそうですクローラーベイト、はい、これでねちょっとお互いちょっと今日はね、検証の方やっていこうと思います。はい、ていこうと思います。はい、まあ、僕がねこれ、ノーバイト、リセットのクレイジークローラー、まあ、ヘドンの、代表作を、ちょっとねヘドンの羽といえばこれね結構最近琵琶湖でも、この間の、ねうん、バイトをもらった、バイトもらったんで、で僕はね結構スローにペタ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 使うんですけど、これポコポコ系なんですけど、まああえてそっちでちょっと今回は勝負してみようかなと思ってこれを選んでみました。はい、で曽根心さんは、こちらの、レイドジャパンさんのダッチを使っていこうと思います。はい、まあ、これももうめちゃくちゃいい動きして、うん、もうめちゃくちゃ釣れるルアーなんで、ね、ちょっとこれでクレイジークローラーをギャフンと言おうかまあね、正直僕も好きな動きはこっち遅いしね、僕もスローリトリーブすごい大好きな人なんで、もうどっちかといえばこっちなんですけど、すげえこの透け感わかるかな、これめちゃ釣れそう、もう美味しそう、美味しそうだわ、このおいかは美味しそう俺こっちがいいな、やっぱり変えてもらっまあね、お互い、まあ、検証なんで、まあ、勝負とかじゃなくて、ね、うん、まあまあ、まあ、数の方がいいね。うん、まあ、あとサイズとかも一応大事だけど数にします、うん、今回は数で、はいはい、なんでお互いこれでどっちがよく釣れるか、はい、あの反応がね多いのか、はいはい、釣れなかった場合は、バイトで換算していきます。うん、そうしましょう、はい、なんで多分ましょう釣れないこともあるまあね、まあ、僕らぐらいのね腕前だったらね釣るよね、俺釣るよ、僕らぐらいの腕前だったらね俺トップ言うてトップ言うてなんじゃけど、これはねビアゴでポーズ食らったけどこの時期トップ投げんしあんまり、ああまあ僕ぐらいの腕だったらね多分釣るんで、ね、まあね、はい、うん、だね坊主食らってるからな今、キングトップレベルの ね、うん、ぐらいだっていけるんで、はい、まあ、お互いじゃあこれで頑張っていきます。やっていきます、はい、じゃあいきましょう。ワンバイトは欲しい、ちょっとソネさん、やっぱりあのさっきオイカーカラーだったじゃん、色あのダッチ、やっぱあの統一して黒にしようや、統一して黒にしてせん、絶対やだはい、はい、一応ダッチを知らない人のために、そうですね、ちょっと動きの方、はい、こんな感じです。ダッチ大体大きさは何センチぐらい？何センチぐらい？13、14ぐらいかね。13だな。13。うん、13ぐらい。13。うん。わかるけ。ちょっと後でマジで測ろうぜ。あ、そこめちゃあるわ。うわ。うわ。13つったな。13。俺一応職業柄。だな。今回ね。うん。え？どうしてくれ？12。12。まあ似た、まあ、でもまあまあ似たようなもんよ。まあまあ正解に。正解。はい。まあそんなんいいんで。いいんで。そんなんいいんだよ。ちょっと動きの方はね、うん。はい。じゃあ投げます。いいですか。いいです。ちょっと巻いてみます。はい。こんな感じで。この波紋具合がいいですね。もう一回投げて、もう一回投げて、うん、いや、もうゆっくり巻いてみ、こんだけ、うん、俺が好きな速度です。すごいね、いいね、ちゃんと動くね、立ち上がりがいいよね、早く巻いてみ、うん、早く巻いたら、はい、ちょっと波があるね、うん、これが、それさんが今日使う、ね、レイドジャパン、ダッチ、黒に変更したワカサギはやっぱ変更してもらいましたね、皆さんこれはね、ダメだよワカサギじゃ、黒に変更しました、ワカサギじゃ今何かに、ね、オイカワか、オイカワ、うん、同じようなカラーで、はい、黒です、はい、はい、
はい、はい、僕が使うのがこれ、クレイジークローラー、これねノーバイトのリセット、はい、まあ、ヘドのクレイジークローラーなんですけど、サイズがね何センチ、それね5センチ6センチ、5センチでしょ、6だと思う、6センチ。ほらね。いや7センチよね。どっち？7センチ。7センチ。いや6センチ。6センチ。ダメじゃん俺全然。まあこれをね。職業柄。職業柄ダメじゃね。しかもねちょっとこれ僕羽をねさらに自分で調整して、ノーバイトのリセットの状態もすごく動くんですけど。僕自身がもうちょっとなんか好きな動きがあったんで、ちょっとノーバイトのリセットのキングトップリセット、ちょっとキングトップリセットキングトップリセット、キングトップリセット、いいね、ちょっとねこうカーブをつけた感じするとね、ちょっとカーブ派手にちょっとカーブをつけたんですけど、わか、多分わからんだろうな、うん、もうね、ちょっと職人技すぎてわからん、ちょっとこれね、はい、いきますよ、あーいいね、全然いい、いい感じでいったらね立ち上がりも、あーいい、めっちゃいいわ、釣れそう、釣れそう、もうちょっとスローにし、あーそうだよね、もうちょっとスローにも実はこう立ち上がりがね、その代わり良くないですけど、ちょっと弱みが、立ち上がりがね、動いてない動いてないし、なんかそれさんがもうてっぴり腰だったし、もう僕はこの、まあ、このぐらいのね速度で使えますんで、どれぐらい、どれぐらい、このぐらいだもんね、多分使うの速度的には、ああこれぐらい、これぐらいがだいたい、うん、高井戸くんが使ってるぐらい、本来はね、本来の刃のものは本当もう動かんけど、このぐらい使いたい、うん、動かすんだ、もうちょい動いてるね、若干ね、まあそんな感じで、はい、いこうと思います、じゃあこんな感じでアクションして2人で釣っていきます、はい、行きましょう、はい、はい、頑張ります、一応ちょっと水温測っとこう、こんな感じのやつだね、そうそう、タツミにもらった、まあでも18度だね、うん、はい、では行きます、マジかー、バイトあったのに、マジかー、バイトあったのに、マジかー、バイトあったのに、ふー乗らなかった、マジかThank you.
おっしゃ来た、よし、おっしゃ来た、よし、おっしゃ来た、よし、でかい、やべやばいやばいやばい、おっしゃ、頼むバレんな、バレんなよ、頼む頼むバレんな、よし頼む、おら、よっしゃー来た、よし、うよっしゃー来た、よっしゃー、ダッチ取れとるか、なんとか1本取れました。めちゃめちゃいい40アップです。とりあえず1本釣れただけでめっちゃ嬉しいっす。よっしゃでかでか、よっしょ、でかでか、よっしょ、でかでか、よっしゃ、よっしゃ、釣ったやばい、嬉しい、やばい、釣った、見た、クレイジークローラーに出た、こりゃいいバスだわ、ちょっと待って、超嬉しい、よっしゃ、ちょっと待って、ちょっと一回フック取ろうか、タカ君のよっしゃっていう声と嬉しいっていう声が今聞こえたな、釣ったなめっちゃ響いて聞こえたな、マジか、何センチ釣ったんだろうな、やりました、こんな感じで43センチ、はい、クレイジークローラー、はい、ノーバイトのクレイジークローラー、はい、リセットで43釣れました、めっちゃいいバイトだった、はあ、あとはね、曽根さんがどうかっていうことなんですけど、とりあえず僕は1本釣れたんでめっちゃ嬉しいです、やりました、こんな感じ、はい、ありがとうございます、やりました、はいはい、43、マジで多分俺もそれと同じ、うん、俺もそれと同じぐらいのやつ釣った、おう、何センチか分からんけど40は絶対あった、写真は撮ったけ、いや測ったよけど何センチかその時見てない、40アップは40アップだった、俺45ぐらい あったかもしれないお来た、あ切れた、マジお来た、あ切れた、マジお来た、あ切れた、マジ切れたマジか、うわバスじゃん、切れた、マジ結び直したのに、わやじゃ、くわー切れたかわいそうなことしたな、
結果ですね、はい、はい、減少結果なんですけど、僕が、1バイト1フィッシュ、43センチですね。で、曽根さん、はい、3バイトの、1フィッシュで、47センチ取れました。ということで、はい、あんだけ僕がね、もう曽根さん釣ってないだろうと喜んでたんですけどめっちゃ釣っとったっていうねしかも3バイトもらってるっていうね、圧倒的ですね。これはね、僕がクレイジークローラー使ってたんですけど、はい、曽根さんがダッチか、はい、なんで、この時期の、リザーバー、まあ、この時期の、まあ、跳ね物で、そうですね、はダッチの方が、強かったということです、はい、はい、まあ、もちろん、クレイジークローラーも釣れるんですけど、まあ、今回はダッチが強かったと、うん、ね、いうことですね、はい、はい、まあ、はい、タカ君がさ、はい、釣れた時に、うん、よっしゃーやったーっていう声がめっちゃ聞こえてからクソダサいじゃないですか。よっしゃーやったー普段一人の時じゃあんまりそういうこと言わないんで入っちゃった、めっちゃおもろかった、入っちゃった、よかった、ちょっと後でカメラ見てみるけど、ちょっと見て、しかもね、しかもね、こうやって通るけどここ肩くそ痛い、これもしちょっと自分のちょっと自分のカメラにちょっと映っとったら、うん、ぜひご覧ください、どうぞ、どうなかったかな、なかったかな、なかったかな、こんな感じでね、るかな、まあ、まあでもね、いい検証ができたんじゃないかと思います、はい、そうですね、はい、はい、またやりましょう、いろいろ検証を、うん、していこうと、いこうね、はい、行きましょう寂しさのチャンネルみたいな、なんかで、あのもしあの検証あのしてもらいたい、なんかあのルアーとかそういうのがあったら、ぜひあのあの高博くんのコメントのところに、ね、何にする、まあ、この辺になんか出るかな、コメントなかな、まあ、YouTube のコメントなんでいいですね、はい、そこにコメントください、はい、そしたら僕協力してやるんで、はい、はい、よろしくお願いします、お願いします、うまい、そういうの 今で言ってないけどダメだよね俺はということなんで、はい、今回この辺で終了しようと思います。はい、はい、そのシーンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、よし、いいね。お疲れ様です。お疲れでした。はい、結果ですね、はい、僕が43センチを1本で、ワンバイト1本釣る、うん、ワンワンバイト。お疲れ様でした。ジャッキーの。そう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 。あんま知らんけど。もうこれ多分分かってないけど皆さん。もう、お疲れ様です。お疲れでした。はい。